いよいよだね。いい試合にして絶対勝つ。行くぜ。修羅の剣三鏡出陣。まもなく開会式が始まります。参加チームは所定の位置についてください。繰り返します。まもなく開会式が始まります。参加チームは所定の位置についてください。じゃない。まったくでっかったら。大丈夫ですか？申し訳ありません。急いでいたもので。お怪我はありませんか？別に大丈夫だけど。よかった。では急いでいるもので失礼します。なんだあの女みてえな野郎は。なんだかとっても慌てていたみたい。おかげおかげの人ね。はい、もうすぐ開会式が始まるってのに勝手にうろうろしないでほしいわ。で、もう一人の人は？さあ、どこかで居眠りでもしているのだろう。開会式なんて出たところで長ったらしい挨拶聞かされるだけだしな。私らもパスするわ。出場停止になりますよ。なんでだよ。とにかく主催者の開会宣言の時までに連れてきてください。おお、次々に。やな、な花火師。しゃあないな、あんまに。どこもかしこも見張ってますってか。腐るな腐るな。こんなにいい天気なんだからよ。いつからそこに？おめえが来る30分ほど前からな。全然気がつかなかったぜ。おめえもサボりだろ。わかるぞ。どいつもこいつもさっき出しやがってな。うん、あっ、これからあの武才に出ようっていうのによく笑いやがる。かなりの大物か大バカだな。バカはねえだろう。俺は東北から来たチームクーの空海だ。ほかげの花火司令官。しょうがない。おお、最長どうした？それは。そうか、仕方ねえ。劣化と言ったな。どうやら開会式に出んにゃならんらしいぞ。え、マジかよ。そっちもお迎えが来たようだぜ。おい、こっちだ。お互い勝ち残ればいずれ戦えるな。楽しみにしているぞ。お、レッカー。おかげ
ろここ。あ、いたいた、カタリンさん、カタリンさんか。ちょっともう、式の最中に勝手な言動を控えてください。おかげ揃いました。それでは最後に本大会の主催者森コーラン様より開会宣言です。よくぞ集まった戦士たちよ。私が主催者の森コーランである。変な顔コーランたまらん、なんちゃって。いや、コーランたまらん。人のこと言えた顔か。ちょっとあなたたち、今デューしたばかりでしょ。ほんまに怖いもの知らずやな。レッカ君、勝者にはあらゆるものを与えよう。だが敗者は全てを失う。それでも戦うか。これより裏元を殺人を開始する。諸君の健闘を期待する。森さん、今回も楽しめそうですな。ワクワクします。どうも。やはり本命はご子息率いるウルハ紅ですね。前回大損した分、今回は儲けさせてもらいますよ。いや、どうでしょう。今回ウルハのメンバーをいくつかに分けて参加させてあります。それに他にも強豪を集めました。あら、じゃあおすすめのチームがあればお教え願いたいわ。そうですか。では。は、64番のホカゲなどどうです。なかなかのダークホースかもしれませんよ。まさか、ご冗談を。まだ子供ですよ。なんだ森さん、人が悪い。危うく騙されるところでしたわ。試合は64チームを A、B、C、D、4つのブロックに分けたトーナメント制によって行われます。64チームってことは何試合勝ち抜けばいいんだ。1回で32、2回で6回だ。それでは対戦表を発表いたします。 A ブロック第1試合、ホカゲ対クー。集団さ、俺たちの世界じゃ有名だぜ。恐ろしい武術を使った暗殺を受け負ってるってな。レッカ、めちゃくちゃヤバそうな奴らじゃねえかよ。あのおっさんが殺し屋？
ここから我ら空の伝説が始まる。これより試合開始です。前方おかげ三鏡空大国おす地方おかげ石島おりゃせん、師範代の出番はなさそうですね。俺んとこでケリをつけてやるぜ。あの女をたっぷりいたぶってやってよ。そう簡単にはいかんな。油断は禁物だぞ。仮にもこの武才に招待された者たちだ。はっ。殺人集団だかなんだか知らねえが、望むところだぜ。外野でガタガタ言ってる連中に、あたしらの実力見せつけてやろうぜ。それでは前方前へ。よし行け行けこの一人。頼むよみんちゃん。なにこら三鏡、ビビって逃げるのか。お前とは違う。何を。おい待てども。トキヤ。はい。もうお前に教えることは何もない。よくぞ我が表門剣を極めた。早いものだな。お前がわしに剣を学んで7年、やはり決意は変わらぬか。はい。復讐、血を求める剣の道は修羅道。いつかは己も血にまみれる。覚悟しております。仇を求めてここまで来ました。わがし、めぐり教材を。お主の武器は剣か。我が名は大国空随一の棒術使いよ。さすが空の一番手だぜ。はい。あの鉄の棒を軽々と。まああの野郎、砕いた岩を全部粉々にしちめやがった。ただの力持ちじゃねえな。回転よ。お、母ちゃん。カゲロウさん、クレイからご丁寧に入場パスが送られてきたわ。よっぽど劣化が殺されるところを私に見せつけたいのね。そんな。大丈夫、柳ちゃん。私も一緒に戦うわ。私にできることでね。劣化。
大黒の棒も魔道具の一つよ。なんだって？どういうことだよ。あの棒は月を放った瞬間、棒自体にものすごい回転が加わるように作られているの。そしてその回転によって、あの瞬発的な破壊力が生まれるのよ。まさにその通りだ。あの華奢な兄ちゃんなんぞ一発食らえば大穴が開くぞ。どうでもいいが、そろそろ始めないか。つまらん曲芸で少々飽きたよ。曲芸だと？小細工だ。三鏡とやらならば我が棒術受けてみるがいい。あれを全部見切ってるの？人間技じゃねえ。くそ。いよいよ始まりましたね、火影の試合が。相手の空は東北最強の格闘集団。奴らの実力を測るには格好の相手かもしれんな。は、中でもリーダーの空海は我らウルハの幹部に匹敵するものがあります。できれば勝ち抜いてきてほしいものだ。この手で400年前の蹴りをつけさせてくれよ、劣化。三鏡！兄ちゃん、大丈夫ですか？やばいんちゃうか？死んだのか？勝手に殺すな。ぶつかる瞬間、後ろに飛んで致命傷を避けたか。これは面白い。ですがこの勝負、決まったみたいですね。三鏡！お前、その足！足？本当だ。今の一撃だな。落ち着いてる場合か！おい、痩せ我慢すんじゃねえ！かっつんじゃ、あの野郎！まだやるのか！その足じゃ、あの攻撃は避けきれねえぜ！あとは、私らに任せなさい、みーちゃん！嫌だね。心配しなくても、もうあの棒はくらまない。扇風機の止め方を知っているかい？無茶だ。あー、みーちゃん、本当に大丈夫？どっか壊れたか？スイッチを切るんじゃないですか？あのね。答えを見せてやる。我が剣、円錐で。死に合わないぞ！おお、この足でまだ戦意を失わぬか。愚かな、そして哀れな男よ、三鏡。その減らず口、二度と言えなくせよ。奥義百本撃。土門様の出番だな。バシッと勝利を決めてやろうじゃ。何？三鏡はどうなったかって？いい
んだよそんなこと。それより見よ、鍛え抜かれた筋肉美、魔道具なんざなくとも拳一つでって。だから三日神はいいんだってば。次の主役は俺だ。次回鉄拳不発、ドモンの切り札、俺の拳が大地を砕くぜ。Ooh, love is changing.